演武開演。どうも、突然ですが皆さんはバナナと聞くとどのメーカーを思い浮かべますか？自分は こちらのドールなのですが、そのドールからこちらバナナチップというものが出ていましたので、今日はこれを食べたいと思います。ドールというのは以前に見てもグミでお世話になりましたが、今日こんな商品も出てたんですね。バナナをココナッツオイルで揚げているそうです。ではギザギザがチップすごいですね。ちょっと見えないか。ではいただきます。チップスになっているといつもの果肉とはまた違った味わいがあるね。一本一本は少し分厚めで、サクザクサクッとした食感とバナナの優しい甘さが口の中に広がってとっても美味しかったです。ポルトチップスなどとはちょっと違ったさっくり感がありましたね。しかも見てください、チャックがついているので保存にも便利です。外に行ってちょっとつまみながらなんていうのもいいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。